甲子園球場には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの16回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さんは現役時代、雨のゲームで特に気をつけていたことはどんなことでしょうか？雨でやっぱり手が滑るんでね、ポケットにロジンを忍ばせて試合に臨んでますよね。そうなんですね。守ります。赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか？一回り目で先発投手をどこまで攻略できるかですよね。なるほど、先制パンチを相手に繰り出すことができるかという点ですね。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の綾部。さあ、タイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか？注目の立ち上がりです。バッターは新庄。今シーズンここまでホームランは55本。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打ちました、痛烈。このフライは切れそうだ。切りました、ファールボールです。打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは注目のルーキー松永。前回のゲームでマルチ安打を記録しています。いいところで打ってましたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。綾部、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上綾部、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。ライトの前落ちる、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターはアリアス。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。さて、好調タイガースはここまで、ね、打ちました、ショート取った、セカンド送球アウト。ここは二塁をアウトにしています。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。まあ切り替えていくしかないですよね。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあ、タイガース、この回は4番から始まります。掛布、打席に入ります。前回のゲームでは4安打を記録しています。当たってましたよね、バットが惚れてましたからね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。打ちました、高く上がった。この当たりはどうか、右中間真ん中破りました。バッターランナーは二塁到達、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあ、タイガース一打先制のチャンスです。まあ、取れる時にしっかり点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。さあ、このチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには石峰入っています。初球ヒー、弾き返した打球はセンターへ。この打球はフライになっています。タッチアップ。まあ、なんとか進塁打になりましたね。さあ、このチャンスでバッターボックスには6番の真由美入っています。バッターボックスの真由美、今シーズン得点圏での打率は5割2分6厘となっています。いや、打った、レフト下がる、抜ければ先制ですがレフトオーバー、サードランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。見事なタイムリーヒット、1対0タイガース、試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあ、さすがという感じですよね。タイムリーで先制点を奪いました。バッターボックスには7番木戸。タイガースこの回1点を入れています。さあ、先制に成功してなおもその点差を広げていこうかというところです。いい感じでつながってますんで、切らさずどんどん行ってほしいですね。はい。さあ、ここも続くことができるでしょうか。さあ、2球目は何か、打ちました、打球はセンターへ。センター、セカンドランナータッチアップ、三塁セーフ。まあ、なんとか進塁打になりましたね。
まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね、どう攻めていくのかバッティングに注目ですよね。このチャンスに期待がかかる和田、打席に入っています。打った、伸びていく、どうだどうだ、レフトが追いかけますが頭を越えました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、2対0になりました。タイガースなおもチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。この序盤戦徐々に徐々にリードを開いていきます。さあバッターボックスには先発の中村入ります。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、セカンド取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース先手を取りました。2回の裏2対0タイガース先制です。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。はい、一気に大きな打ちました、外、アウト、ワンアウト、バッターは2番松永。さっきはしっかり捉えた、いい当たりでしたよね。はい、今日はバットが触れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。3番バッターアリアス、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。2アウトになっています。引っ張った、これはどうか、ヤマト一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。3回終了2対0タイガースがリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。掛布バッターボックスに入ります。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガースリード、初球打ち、センターに強い打球、これはどうか、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。今日もマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。ここで突き放しておけば終盤やりやすくなりますからね。そうですよね。まあ彼は左右にホームランが打てるバッターですから、相手バッテリーは相当、ジャストミート、雨の中伸びていく、伸びる、伸びていく、入った、ホームラン、石峰今シーズン第76号のツーランホームラン、白球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。追加点が入りました。タイガース4対0、頼りになる男がやってくれました。その際4点、大きくリードを取りました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。この展開での追加点、いいタイミングでリードを開きました。バッターボックスには6番真由美、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。ここぞの場面で決めてくれましたよね。見事でしたね。はい、初球打ち、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、センター掴んでワンアウト。7番バッター木戸、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ワンアウトになっています。打ちました、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、レフト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで7試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには和田入っています。さあ追加点のチャンスです。ここでさらに追加点を、初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、5対0、タイガースリードを5点に広げています。さあ打席には先発の中村入っています。まあ調子も悪くないですし、勝ち星がつくところまで行かせるでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。
まず変化球を見せてきました。次が2球目、外、引っ張った、一二塁間を破る、三塁へ送球する、これで三連打、ランナー三塁一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター新庄、相手に流れが傾かないようにこのチャンス打ちました。いい当たりだ、レフト追う、センター追う、ぐんぐん打球が伸びている、レフトセンター見送った、スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした、強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース8対0、見事な一発が飛び出しました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の赤間。さあマウンドに上がったのは赤間、今シーズン3試合目の登板です。内頃のボールでしたよね。ピッチャーの代わり花の初球は狙っていかないといけませんよね。そうですか。ファウルになります。打った、ライトに強い打球、ライトオーバーのヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球打ち、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、これがチーム3本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース10対0、頼りになる男がやってくれました。バッターボックスは4番掛布、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。今日は先発全員にヒットが出ています。いやー赤星さん、打線は絶好調ですね。そうですね、まあこうなってくるとチーム全体がイケイケになってきますからね。はい、さあ勢いに乗っていきたいところ、インコース決めてきた、高め空振り、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。高めのボール、この当たりはどうか、この打球は落ちそうだ、ヒットになった、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これで2試合連続の猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。まずは変化球、低め見ました、ボールです。バッターの石峰、今シーズンの得点圏打率は5割5分9厘となっています。いやすごい数字ですね。まあクリーンアップを任されるだけのことはありますよね。ここも決めてくれるんじゃないでしょうか。ああそうですか、落ちるボールでカウントを取っていきます。追い込みました、打った、大きな打球になった、これはどうか、真ん中を破りました、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、11対0、タイガース大量リードとなっています。6番バッター真由美、まず何を投げてくるか、まずは見送ります。ワンボール、いやあれを打ちに行くのは難しいでしょうね。はい、外のストレートがストライク、内へ、これは決まった、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか、外の低め見極めます、打ちました、切れました、ファールボール、打ちました、センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています、センター
セカンドランナースタートを切る。バッターボックスは7番木戸。前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしい。初球ヒー、弾き返した打球はレフトへ。筒香が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本の5回の裏タイガースの攻撃、8番バッター和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。打ちました、浅いフライ。この打球はフライになっています。積極的に行きましたがレフト掴んでワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の中村打席に入ります。前の打席はヒットを打ってますよね。ここも狙ってるでしょうね。打ちました、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球は何から入ってくるか。最初は変化球できました。バッターボックスの新庄、今シーズン得点圏での打率は5割7分7厘となっています。素晴らしい数字ですよね。打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった、レフト下が入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。低めでしたが前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。追加点が入りました、タイガース13対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのか。打席には2番バッター松永。前の打席はツーベースでしたからね、はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。さて今日のベイスターズの先発は打ち込まれて交代した綾部。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。打ちました、これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ、レフト線深いところ、フェアです。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。打った、高く上がった、これは行ったでしょうね。ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。初球でした、思い切り引っ張った打球は特大の一発となりました。追加点が入りました、タイガース15対0。主砲の一振り、バッターボックス石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね、ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁。さあまず1球目、まずは見送ります、ワンボール。大きく枠を外してきます、ボール先行です。打ちました、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の三島。さあマウンドを任されたのは三島、今シーズン27試合目の登板です。前回の登板では勝ち投手になっています。走ってきた、キャッチャー2塁送球する、ナイス、セーフ、盗塁成功。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。ああやはりそうですか。中へ、高めに来ました、156キロ、ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。ここはランナー返せません、スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。2回の裏、1打先制のチャンス、6番真由美、初球を叩いてタイムリー、タイガース先手を取ります。さらに続きます、2アウトで3塁にランナーを置いて8番バッター和田、その初球をしっかり弾き返します。タイガース1点を追加します。
4回の裏ノーアウト2塁の場面、5番石峰、2球目を捉えました。タイガース2点を追加します。6回の裏タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。三上が4番手としてコールされています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドに上がったのは三上、今シーズン15試合目の登板です。初球ボール、内へ低めに変化しました。ボール先行です。インコース決まった。次が4球目。この打球は落下点に入ります。変化球に泳がされてファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の中村バッターボックスに入ります。先ほどはナイスバッティングでしたね。ここも積極的に行きたいですね。そうですね。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。打順はトップに帰って新庄、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。デッドボールのランナーが出ています。今日はバッティング絶好調。3打席連続ホームランに挑みます。いやー赤星さん、もう絶好調ですよね。いやー今日はバットがよく振れてますよね。ボールもよく見えてるんだと思いますね。はい、さあここも一発狙っているでしょう。打ちました。取った、アウト。際どいタイミングでしたが2塁フォースアウト。2番バッター松永、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ゲッツー崩れ、ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。ランナー出ましたがタイガース得点に。赤星さん、ここまで最高の形で試合を進めているでしょうね。そうですね、今日はもう本当に思うような展開になっていますよね。そうですね、ですからこのまま一気に勝利へという思い強いと思います。3球目は何で来るか。外は入っています。ワンボールツーストライク。インコースを厳しく攻めます。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは3番アリアス。前の打席はツーベースでしたからね。ええ、今日はバットが振れてるようなんでここも思い切って狙っていると打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターボックス掛布、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。ファウルになります。これが3球目。アウトロー外れます。しっかり捉えた。ライト下がっていく、下がっていく、ライト見送った。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。主砲の一発で1点を追加します。リードをさらに広げていきます。ピッチャーの状態なんですがやや疲れを感じているのかもしれません。バッターは5番石峰、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。2球目は何で来るか。見送っています。ボール、スライダーが決まります。
ワンボールツーストライクです。ボールになります。次が5球目。いい当たり、伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。センター深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3連打。ワンアウトランナー2塁となりました。ベイスターズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのはパットン。バッターボックスには代打の亀山。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。抜けたような感じになりました。大きく外れます。2球目打ちました。セカンド取った。一塁送球アウト、ツーアウト。これは進塁打になりました。バッターボックス日戸、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ツーアウトランナー、豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。8回の裏タイガースの攻撃、バッターボックスは8番和田。先ほどの打席はファールフライに倒れています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、点差があるからこそ打ちました。伸びていく、ストレートを打っていきましたがセンターライナーに倒れています。ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが先発の中村、バッターボックスです。まだ失点してないですし完封を狙うのかもしれませんね。そうですね。アウトロー見送ってボール。さあ勝負してくるのか。大きく外れました。打ちました。ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターの新庄、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますがバッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、何より彼の場合はホームランが出ているというところで好調さが分かりますよね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。打ちました。ヒットになった。あっと取れない。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー三塁二塁。2番バッター松永、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。初球打ち高く上がった。頭上ぐんぐん突き刺さった。スリーランホームランが出ました。これがチーム8本目のホームラン。初球でした。ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース、ここ一番の集中力が光ります。さあバッターはアリアス。打ちました。これはスタンドへ入り切りました。ファールボールです。空振りになります。
あっという間に2ストライクです。打ちました。レフト下がっていく下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バッターは4番掛布。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで。これは一塁側のスタンドに入ります。今のは助かりましたね。危ないボールでしたよね。ノーボール2ストライクです。スライダー外れます。内へ低めに変化しました。打ちました。浅いフライ、ここは打ち上げています。5球目打っていきましたがライト掴んで2アウト。打席には5番バッター石峰。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガースこの回7人目のバッター打ちました。伸びていく、外野ヒットになりそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで5打席連続のヒット。2アウトランナー2塁。真ん中打ちました。ライン際に打球が飛んでいる。わずかに右に切りました。ファールボール、ワンストライクです。打ちました。この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか。上里が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですがベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、まあ完封したんで当然なんですけど、今日は本当に素晴らしいピッチングでしたね。そうですね、圧巻のピッチングを見せてくれました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう、おかけになったお席付近をもう一度お確かめの上お帰りくださいませ。
甲子園球場には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの17回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで来るとどこまで連勝記録が伸びるのか楽しみですよね。いや本当に強いですね、まあ、よく投打が噛み合ってますね。そうですよね。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますベイスターズはご覧のような守備陣です。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の東。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。バッターは新庄。昨日のゲームではホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。さあこの調子を維持していけるか。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。ちょっとすっぽ抜けた感じです。アウトコース決まってストライク。痛烈な打球、これは行くでしょうね。高い打球、レフトが追いかけ、入った。ソロホームランが出ました。1点差に詰め寄る一発となりました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。タイガースが追い上げます。2対1になりました。見事な一発が飛び出しました。これで1点差まで詰め寄りました。今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。ここで得点が入りました。バッターは注目のルーキー松永。昨日はホームランを含む猛打賞を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。タイガースホームランで得点を挙げています。赤星さん、ここは追い上げたいですね。そうですね。ここはとにかくつなぐ意識を持って打席に入ってほしいですよね。そうですね。この勢いインサイド落ちました。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。ノーアウトランナー二塁です。得点圏にランナーを置いています。まあここはねバッターに集中してね、まあ、ランナーは気にしない方がいいですね。バッターのアリアス、今シーズンの得点圏打率は5割5分3厘となっています。素晴らしい数字だと思いますね。非常に勝負強いですから、さすがクリーンアップと言っていいと思いますね。ここも決めてくれるんじゃないでしょうか。あ、そうですか。ストレートを狙ってたんでしょうね。あ、そうですね。レフトに持っていった。大きいぞ。逆転なるか。入りました。ホームラン。アリアス今シーズン第51号の逆転ツーランホームラン。これがチーム2本目のホームラン。逆転に成功しました。この回のタイガース3対2。これぞ主軸の活躍。1点リード、試合をひっくり返しました。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで逆転ホームランを放ちました。まあ簡単なボールじゃなかったんですけどね、それを見逃さないのはさすがですよね。嫌な流れを早々と断ち切りました。バッターは掛布。昨日のゲームはホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。さあこの調子を維持していけるか。タイガースホームランで逆転しています。さて好調タイガースはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のベイスターズは4位です。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど、そうですか。インコース見送ります。ワンボールツーストライク。打った、これもいったか。伸びていく、どうだ。入れば貴重な追加、入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。
追い込まれてからのストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。これぞ4番という仕事をしてくれました。逆転してからも攻撃の手を緩めません。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ご覧いただいています。うまく捉えたバッティングです。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。初回からじわりじわりと点差を開いていきました。バッターは注目のルーキー石峰。昨日のゲームでホームランを含む5安打の大活躍でした。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。タイガースホームランで追加点を挙げています。初球空振りです。2球目打ちました。ヒットになった。これで5連打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは真由美。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。打撃好調ですよね。状態がいいんでしょうね。はい。さあ今日も続けることができるんでしょうか。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球大きく外れています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。赤星さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。配球を読んでるのかもしれませんね。ただここは左ピッチャーなんでやりにくいのかもしれませんよね。なるほど、そうですか。引っ張った。これはどうだ。三遊間抜ける。これで6連打。ノーアウトランナー2塁1塁。バッターは7番木戸。タイガースこの回4点を入れています。さあ逆転に成功し、なおも追加点のチャンスを迎えています。やっぱり先ほどのホームランで流れを引き寄せましたね。インサイド落ちました。これはどうか。破りました。センター前。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。5対2タイガース3点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。またしても点を加えます。次第に点差が開いていきます。さあそして打席には和田入ります。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。初球変化球にタイミングが合いませんでした。緩いボール決まっています。膝元すぐに追い込みました。3球目打ちました。これはサードライナー。さあバッターボックスには先発の高橋入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。これが1球目。まず際どいコースをついてきました。外へのスライダー、ここは見極めています。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。これはセカンドライナー。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。レフト前ヒット。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。6対2になりました。タイガース4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。立ち直るきっかけを与えません。初回から優位に立っています。ここでリードを広げておきたいですね。まあいい場面でいいバッターですから、非常に期待が持てると思いますね。はい、打ちました。高く上がった。レフト下がっていく、下がっていく。フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。ホームに送球する。ファーストランナーもホームイン。タイガースが突き放します。フェンス直撃のタイムリーヒット。8対2タイガースリードを6点に広げ、
ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の砂田、バッターボックスアリアス。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。ドカーン、これは入るでしょうね。打った瞬間確信、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。追加点が入りました。タイガース10対2、クリーンナップから飛び出した一発になりました。打席には4番バッター掛布、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。さあ3球目は何か、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。2回の裏になります。タイガースの攻撃、打順は5番石峰。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。タイガースリードで迎える2回の攻撃です。リードはしてますが点を取られたんで、すぐに取り返しておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。引っ張った、ここはフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスは6番真由美、先ほどの打席でヒットを放っています。砂田、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて今日のベース、打ちました、大きな打球になった、センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース11対6、鮮やかなホームランを見せてくれました。その差を5点と突き放しました。ご覧いただいています、ナイスバッティングでした。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。早くも試合の主導権を掴んだと言っていいでしょう。打席には7番バッター木戸、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。バッターボックス和田、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど、しっかり捉えてましたよね。調子は悪くなさそうなんで、今度やってくれるかもしれませんね。そうですね、打ちました、センターに抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これで3連打、ワンアウトランナー三塁一塁。さあ打席には先発の高橋入っています。リードはしてますけど失点が多いんで、変えても良かったと思いますね。そうですね、はい、さあ追加点、バッターボックスには代打の糸井。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。まずは見送ります。ワンボール、インサイド、打球はライトへ。さあバックホームするか、つかみ、サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。打順は1番に帰ります。バッター新庄、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かった。ランナー挟まれた、二塁送球、二塁タッチはアウト。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。2回終了12対6、タイガースのリード広がっています。
石さん、ここまでの試合展開どのようにご覧になってますか。まあ一方的ですけども、まあこういう試合こそ集中力を切らさないで怪我に気をつけて、やってほしいですね。本当にそうですよね。これから3回の裏、点差が大きく開いたリードの場面でタイガース序盤から代打を送ってきました。亀山打席に入ります。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。打ちました。外アウト、ワンアウトです。バッターボックスは2番松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。取った、一塁送球します。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー一塁です。バッターは3番アリアス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。ボール先行です。変化球タイミング合いません。インサイド落ちました。強い打球、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。引っ張った、宮崎一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。3回終わって12対6、タイガース大量リードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターは掛布、今日はホームランを放っています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。タイガース攻撃が噛み合い、タイガース引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。初球大きな変化球打ちました。打球はレフトへ、この打球はフライになっています。レフトが取りました。さあバッターは真由美、この打席でホームランを放てば今シーズン40本。初球ボール。改めてお聞きします、バッターボックスの真由美、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ率も残せて大きいのも打てる、パワーとテクニックを合わせ持ったバッターですね。打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3打数3安打の猛打賞、ランナー3塁1塁となりました。甘いコースでしたが見送っています。ランナースタート、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗。ここは得点的に十分リードしてますから、盗塁するところではなかったように思いますね。ああそうですね。ボールです。これで3ボール、打ちました。ショート取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。タイガースサードランナー残塁に終わりました。今日の打線ですと西さん、この後も追加点が期待できそうですね。いやーまだまだ点が入りそうですね。そうですね、ファンとしては非常に痛烈、わずかに左に切れました、ファールボール。打った、高く上がった、この当たりはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。9番バッター糸井、まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。これが2球目、これは見送ってボール。3球目打ちました、これはどうか、
ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。13対6タイガースリードを7点に広げています。さあバッターは岩崎、そのまま打席に入ります。ベンチとしてはまだピッチャーを変えたくないようですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。決まった。高め、ストライクを先行させていきます。追い込みました。チャンスの場面振っていきましたが、ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手のパットン。さあマウンドを任されたのはパットン。今シーズン29試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。打った、センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。14対6タイガース、ちょっと一方的になってきました。打ちました。レフトに強い打球、レフトバックする、バックする、ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。15対6タイガース大量リードとなっています。まずは見送ります。ワンボール。さあ2球目は何か。打った、スタンド一直線、これはいきますね。文句なし、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。追加点が入りました。タイガースらしいホームランを見せてくれました。バッターボックスには5番石峰。タイガースホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。打ちました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス真由美、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せています。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中決まった。ノーボールツーストライク。打った、レフトに大きな打球、伸びる、レフトオーバーのヒットになりました。これで5連打ワンアウト三塁二塁です。打順は7番木戸。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。打った、大きな打球になった、レフトバックする、バックする、レフト見送った、スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム7本目のホームラン。初球でした。しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました。タイガース、ここ一番の集中力が光ります。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の三上。さあマウンドに上がったのは三上。今シーズン16試合目の登板です。2日連続の登板です。甘い球だったんですけどね。ピッチャーが変わっての初球はストライクを取りに来るので狙ってないといけませんよね。そうですね。打ちました。これは浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー一塁です。糸井が打席に入っています。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。打ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁はセーフ。これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁一塁。さあバッターは岩崎、そのままバッターボックスに入ります。ベンチとしてはまだピッチャーを変えたくないようですね。そうですね。2球目打ちました。大和、1塁へ。2アウトになりました。タイガース